皆さんこんにちは。今回もコントラファゴットについて紹介します。さあ今回はまずリードの比較をしてみたいと思います。でコントラファゴットのリードってもちろん大きくなるんですよ。これだけ楽器が大きいのでコントラファゴットのリードは普通のリードより大きいです。で今回はリード職人の家にいるのでおうちリードをこのように借りました。でこのおうちリードに対してこれは僕が作ったコントラリードですけれども、どのぐらい違うかというとこのぐらい大きさが違います。こんな感じですね。これだけ大きさが違うんですよ。ですのでかなり息の入りも違うしアンブシャーも変わってきます。でじゃあ大きいからアンブシャーをすごく作らなきゃいけないかっていうとそうでもなくて、まあ割とコントラファゴットって普通のファゴットよりもアンブシャーを作らなくても吹けるような感じです。でさらに舌をつくっていうのもこう今までの細いところに舌をつくっていうイメージじゃなくて広く舌をつくっていう感じですね。そこら辺もちょっとこう大きさが違うだけに考え方を変えてみるとまたいいんではないかなと思います。というのも今回引っ張り出してきたんですけれども、僕はコントラファゴットをちゃんと習ったことって留学してからなんですけど、留学してからコントラファゴット専門の先生としてウィーン放送交響楽団の首席コントラファゴット、首席コントラファゴットって訳しているのが、まあ、ソロコントラファゴットっていう役職があるんですけれども、まあ、コントラファゴットが主体で、そしてたまに2番を吹きますよっていう、ソロコントラファゴット奏者プラス2番ファゴットっていう、そういうコントラファゴットの専門家っていうのがウィーン放送交響楽団にはいて、で他のオケにも結構コンサートオケにはソロコントラファゴットっていう席があります。例えば今ウィンフィルの首席ファゴット吹いているデルゴーさんももともとはベルリンフィルのソロコントラファゴットにいたという話も聞きますし、でそこから移動してきたっていう話も聞きますので、まあ、まあオペラオケにはソロコントラファゴットってあんまないと思うんですけど、コンサートオケには結構ソロコントラファゴットっていうのがいます。まあ同じようにねソロピッコロとかソロイングリッシュホルンみたいな席もありますので、それと同じようにファゴットもソロコントラファゴットという席が存在します。でそのウィーン放送交響楽団のソロコントラファゴットをやっていたレオナルド・エレードという人がいるんですけど、このエレードに最初にもらった、まあ、コントラファゴットについてっていう、まあ、参考書まではいかないんですけど、まあ、テキストをもらったんですね。で運指標なんかも基本的な運指標についてはもう分かってるでしょって感じで運指を見てねって感じだったんですけど、彼が見つけた指などは書いてありまして、でこのテキストに関してはオンラインサロンでのみ紹介したいと思います。でまあドイツ語なんですけど、この書いてあるの久しぶりに読んでみたら、やっぱりその舌のつき方だとかアンブシャの作り方っていうものはコントラファゴットは普通のファゴットとあまり同じように考えるのでなく、そのコントラファゴット用の舌のつき方だったりアンブシャだったりっていうのもある程度考えた方がいいですよというふうに書いてあります。でさっき言ったみたいに舌は広くつくとか、アンブシャも締めすぎない、噛まない、広くアンブシャを作るっていうような表現で書いてありました。まあ詳しくはオンラインサロンで紹介したいと思いますので、よかったら概要欄からオンラインサロンも申し込んでみてください。エピチャンネル、このようにファゴット中心にクラシック音楽様々なことについて発信していきますので、よかったらチャンネル登録そして高評価ボタンお願いします。またオンラインサロンもやっておりますので、さらに深く情報を知りたいという方はぜひ概要欄から月額1000円のオンラインサロン入会してみてください。それではまた。